たの。時間通りね。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。そうだ、この感覚だ。それなら解き放ちましょう、魔音の実を。よく来たな。今こそ代価を支払う時だ。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がさんぞ。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱はお前たちの過去と何の関係もない。炭鉱。見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様はまだ死を経験していない。あの苦痛を味わわせてやる、炭鉱。貴様に死の苦痛をな。それはダメだよ。君は今日ここで誰も殺せない。指名手配犯、君には僕と一緒に来てもらう。軽減についている小僧か。奴は時期の見極め方を教えなかったようだな。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら。あれ？君の顔、どこかで見たことがあるような。気をつけろ。無駄だ。その正体を表せ。やめろ。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯すし、戦士を裏切り大乱を起こし、衛星に追放された。寿命の竜族陰月君だ。泉州に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならば